羊ですよ、愛する君よ、御前に賛美を捧げます。十字架の愛で罪許された私のすべてを捧げます。子羊イエスよ、愛する君よ、御前に賛美を捧げます。十字架の愛で罪許された私のすべてを捧げます。 Amen。 主を喜ぶことはあなたの力です。喜び、それを表す一つの手段、まあ聖書が私たちに主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ、我が魂を主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと、詩篇の中にあるように、主を褒めたたえること、主を喜ぶことは俺らの力になるということですよね。今十字架を担ぎながら、もう函館をバックにし、もう40キロ向こう側が函館の中心街ですよ。もう大沼公園を越え、そして駒ヶ岳の山を見放しながら、そこも過ぎ去り、八雲に向かい、その向こうに長万部、海の漁師の町が待ってます。坂道、下り道、交通便の多い、トラックが行き交う、その道をひたすら一歩一歩進んでおります。順調でございます。今日あなたに送りたい言葉は、ルカの福音書の12章35節から40節に出てくる、その40節の言葉なんですよね。あなた方も用心していなさい、人の子は思いがけない時に来るからですと。あなた方も用心していなさい、人の子は思いがけない時に来るからです。その文脈の始まりは35節、腰に帯を締め明かりを灯していなさい、腰に帯を締め明かりを灯していなさいっていう35節、40節があなた方も用心していなさい、人の子は思いがけない時に来るからです。まあ、これは再臨を僕たちに伝えている箇所と言っても過言ではないでしょう。用心していなさい、文脈読むと目を覚ましていなさいという言葉も出てきます。ジーザスは弟子たちに、まあこれから自分が去っていくときに、自分がまた再び再臨されることも含めて例え話で教えてるんでしょうね。腰に帯を締め明かりをつけるっていうのはしもべが持つ姿勢ですよね。婚礼に主人が行って帰ってくるのを待つしもべの姿勢を通して、弟子たちに死を待ち望むことの大切さを教えている、そういう箇所ですけど、主人は婚礼に行くと、やっぱり婚礼のあと2次会3次会があるんでしょうね。まあ今の世の中とはちょっと違っても、だいたい向こう側の習慣だと、婚礼が終わってから今度は男たちが集まって自分の、ね、熱弁を
ちょびちょびワインでも飲みながら語る、そういう時、まあ男ってそういう時がきっと好きなんでしょうね。でそれがやっぱり熱が入って、そして本音でいろんなことを話しますから時間がかかってね、夜明けになることも多々あるようですよ。まあ主人がね、夜中か夜明けに帰ってくるかわからないけどね、用心して目を覚ましていることの大切さをジーゼスは語ってるんですけど、僕も柔道の恩師レジェンドにね、じゃあ自分の合宿場に来て、ね、先生が鍛えてくれるっていうんで住み込みで行った1日目稲毛のマンションでしたけど、先輩たちは後に金メダリスト、世界チャンピオン、もう柔道の豪傑、彼らも今レジェンドとなってますけど、その先輩が迎えてくれて、師匠の岡野先生はそこにいなかったわけですけど、先輩たちが気を使ってくれて、朝ボーリングに行こうって言って、そこで夕食食べて散らかしたままお皿も洗わずみんなでボーリングに行って、帰ってきたら先生が待ってて雷が下ったわけですよね。その俺たちのだらしなさを指摘して、そして先生が帰ってきた時に先生が皿洗いいろいろやってくれたんだと思うんですけど、先輩たち並べって言って一人一人、まあ今はやらないですよ、その当時はまあ軍隊的だった昭和チックな時代ですかね、みんなピンタバシバシ食らうわけですよね。で僕だけ初めてなんで先生はピンタ食らわせなかったんですけど、僕もその仲間でしたからピンタしてくださいって言ったらバシーンって言わなきゃよかったみたいな。でも愛情満ちあふれる先生のそのたるみとかたるんでること、自分のその柔道の表現のみならず、そこに向かう武士道精神とか心構えというものが大切だよということを身をもって教えてくれた先生ですよ、ね、ですから自分自身の、ね、部屋を整理整頓できないやつがどうやって人の心の整理整頓できるんだって言わばかりの、ね、こととつながるのかもしれないけど、まあ、極端に言うならばですよ、バランスが大切ですけどね。まあでもそのことを思い出しました。予期しない時に帰ってくるんだなって、用心していなさいというのはやっぱり、ね、帯を締めっていうのは柔道でも帯を締めて今から試合に挑むっていう成果鍛錬をビシッと締めて気合い入れて出ていくっていうところにつながりますけど、明かりをつけて真っ暗闇じゃなくてちゃんと明かりを持って、当時は LED ライトないですからね、そして戸を叩く音が聞いたらもうすぐ戸を開けて主人を迎えるぐらいの準備をしもべはするんだよっていうことですよね。いつとかね、こんだけ待ちました、来ないから寝てましたっていうのはしもべじゃないんだよね。まあそういう流れの中でジーゼスがその例え話を通して、その待ち望むことの大切さで、そうやってしもべが用意して主人を招き入れると、主人の方が腰に帯を締めて、そして食卓にしもべを招いて、主人の方が給仕してくれる、まさに生産式が彷彿されますよね。ジーザスっていうのはね、その偉そうにする方じゃなくて、偉くなりたければ使えるものになれとおっしゃった方ですよ。で自ら俺たちの罪を許すために自ら死にまで仕えてくださった方ですから、これがメシアであり人の子であり救い主であるわけですね。で私たちもこの方によって救われたものとして、この方が再び帰ってこられるんだと聖書の中にあるわけですよね。まあ、世の情勢見てみると、まあ、戦争や戦争の噂、まあ、戦争も起きてますよね。そして世の中が混沌とし始めて、何が真実なのか見えなくなっている時代、不真実なものが真実だと言われる時代、聖書の根幹まで揺さぶられる時代、そして飢饉や疫病やまた
天平地位などが起こっている、予言通りのことが起こっているわけですね。でもその終わりが来る前に福音がまんべんなく伝えられ、そして終わりが来る、そういう終わりの時代、いつとかね、この日とかって誰もわからない。今日それが起こっても私は準備できていますっていう気持ちっていうのがきっと大切なんだろうなと。先のことを思い煩うな、後のことを思い悩むな、私は新しいことをする、今それが起ころうとしている、今が恵みの時、今が救いの日ならば、今が主が再臨される時とね、心に留めてもね、この花婿を迎える花嫁の姿勢っていうのが求められるわけですけどね。でイエスはそこでね、主人が泥棒が来るのが来る時間が分かってて、そのまま泥棒にね、家のものを盗ませるかって、そうじゃないだろうって、うん、だから用心していなさいと。泥棒はアポイントメント入れて泥棒しますって来ないとね、予期しない時に来る。イエスも予期しない時に来る。でも私たちは死を今来たりませっていう気持ち、信仰を持って歩むことが大切だと。人間はヘブル書の9章の27節28節に、人間はね、一度死に、死後裁きを受けることが定まっているって。人間は一度死に、死後裁きを受けていることが定まっているって書いてあるんだよね。だから神の審判の前に立つってことだよな、うん。そして定まっているように、キリストも多くの罪を救うために一度自らを捧げてくださったと。二度目はそのイエスを待ち望んでいる者の救いのために来られると、そう書いてありますよ。でその時にその救いを受け止めなかった、拒否した者はね、裁かれる。救われた者はイエスの贖いによって裁きから滅びじゃなくて救いが与えられ、神のことをされるってなりますから、福音を伝えるってことは皆が神のことになって滅びることなく永遠の命を得るために、神の救いを伝えるしもべとして私たちその役割与えられているわけですよね。拒否する者はその人の意思で拒否し、そして福音を聞いてるのに拒否した者はね、自分自身を裁きに裁かれることに自分を招いてしまうということが起きるわけですよね、うん。願わくばそういうことが起きないために恵みによって救われるんだよというメッセージを生きている間伝え続けていきたいし、またその十字架の恵みを見上げながら、あの十字架に現在進行形の自分の中にある数々のまだ自分まで悟っていない罪、また傲慢な罪、隠されている罪をも含めてイエスは十字架の上で、しかし私たちがまだ罪人だった時、キリストが私たちの罪のために十字架で死んでくださることによって神はご自身の愛を明らかにしておられるとあるように、そこにもう救いのメッセージがあるわけですね。ぜひまだイエスを知らない者が今日心を開いて、この恵み深いイエスの救いをイエス様を心の中に迎えることによって、あなたは罪許された者、神の国を受け継ぐ者、永遠の命与えられた者として今から歩んでいくことができる。そして福音を知っている者はその福音を述べ伝える者として、この残る生涯イエス様を見上げながら、自分に死にキリストに生きることを体験させられながら、そのイエスの恵みを願わくば表現し、地の塩、世の光として輝いていく、そういう存在になっていくことができるように、皆さん共に歩んでいきましょう。今日もイエスはあなたと共にいます。あなたを愛してます。あなたを励ましてくれます。癒してくれます。今日の一日が素敵な一日でありますように。今日はこの後八雲方面に向かって邁進します。順調に進んでおります。祈りに感謝します。今細い
やばい道を歩んでいます。 Have a good day.